神戸市外大青春ラジオ、ナビゲーターの国際関係学科2年の真中です。この番組は神戸市外大にまつわるあの人の青春時代を深掘りする番組です。受験のコツなども聞けちゃうかも。ということで早速本日のゲストは本学の国際関係学科2年のメイさんです。こんにちは。こんにちは。本日はメイさんの参加している森国連の活動と普段の学生生活についていろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはメイさん、簡単に自己紹介お願いします。はい、国際関係学科2年のメイです。神戸生まれ神戸育ちで、趣味はグミを食べることです。お気に入りのグミはシャリモニです。そういえばこの時もずっとグミ食べてた覚えあるわ。メイと私実は同じ神戸にある気合高校の出身で、2年間同じクラスやったやんな。そうやったな。2人して気合高校の国際科で英語の猛特訓させられたわ。めっちゃしんどかったけど3年間ほんまに楽しかったな。じゃあ早速今メイが参加してる森国連の活動について詳しく聞きたいねんけど、まず森国連ってそもそもなんなん？模擬国連っていうのは、私たちが今直面している国際問題を議題に国際連合の会議をシミュレーションする活動です。私たち参加者は自分の出身国以外の国の大使役を担当し、議場で各国の大使たちと問題解決への合意を交渉や議論を通して図っていく教育活動です。なるほど。ちなみにメイはいつの大会に参加したん？私は2022年の神戸大会と2023年のニューヨーク大会に参加して。2回も参加したんや。めっちゃすごいやん。じゃあなんで森国連に参加しようと思ったんか知りたい。まずはやっぱり森国連に参加していらっしゃった先輩がキラキラしてかっこいいなって思ったのが一番かな。そしてその先輩方のように自分もなりたいって思った。あとは自分を成長させてくれる場を探していた時に見つけたのが森国連やったからかな。確かに参加されてる先輩方みんなめっちゃかっこよく見えるやんな。次は模擬国連に参加している中でしんどかったこととか楽しかったことやりがいとか教えて。やっぱり一番しんどかったことは言語の壁かな。世界大会ということもあって、そこで交渉する相手はネイティブの方が多くて、ノンネイティブの私からすると難しかったかな。でもそれ以上に模擬国連で得られるものは大きくて、英語力はもちろん、例えばリサーチスキルや交渉力、そして何よりも今後自分は成長するために何をすべきかという明確な自分のビジョンが立てるように思えるきっかけになったことかな。やりがいは約4ヶ月間の準備期間や5日間のハードな会議期間を通して各国の大使と作り上げるリゾリューションという成果文書ができた時かな。できた時は議場中に一体感が生まれてすごく達成感が得られます。なるほど、それはすごい経験やな。模擬国連についていろいろ知ることができたところで、普段の学生生活についても聞いていきたいと思います。授業がある日はどんなスケジュールで一日過ごしてるん？メイは実家暮らしなんですけど、朝はだいたい7時ぐらいに起きて学校に向かいます。授業に出て、昼休みは食堂でご飯を食べながら友達と喋ってます。空きコマがある日は友達と外大の中を散歩したり課題をしたりしてます。バイトは何してるん？バイトは2つ掛け持ちしていて、天ぷら屋さんと串揚げ屋さんで働いてます。両方とも揚げ物やな。また行くからちゃんと接客してな。クラブやサークルは何か入ってる？最近あまり参加できてないねんけど、バレーボールサークルのゆるきゅうっていうサークルに入ってます。ゆるきゅうは週に2回参加できる人が集まって和気あいあいとバレーボールをするサークルです。楽しくボールをつなぐことをメインにしているので、初心者でも経験者でも楽しく参加できると思います。ゆるきゅうめっちゃ楽しそう。今年で大学生活も2年目やけど、ズバリ国際関係学科ってどんな学科やと思う？国際関係学科は自分の好きなことや興味のあることに取り組んでいる子が多いと思う。学校での勉学以外にも学校外での活動に力を入れてたり、いろんな子がいたりして何でも挑戦しやすい雰囲気だと思う。私は英語をはじめ言語を学習することが好きやったのと、
言語以外にもいろんなことを学びたかったから国際関係学科を選んでんけど、メイはなんか国際関係学科選んだ理由とかある？まなかと同じように英語を学びたいって気持ちがあって国際関係学科選んでんけど、私は英語プラス何か自分の興味のある分野を見つけたくて、幅広い分野が学べそうな国際関係学科にした。2人とも選んだ理由は同じようなもんやな。あとは今まで履修した授業の中で好きな授業、面白かった授業はある？メイは子供や教育にもともと興味があったから、1年生の時に小学校英語教育論っていう授業を選択してんけど、すっごい面白かった。この授業では実際に外大の近くにある小学校に行って英語の授業に大学生の先生として参加できんねん。自分が成長してから見る小学校の授業は学びがあってめっちゃ面白かった。その授業めっちゃ面白そう。自分もまた機会があったら取ろうかな。じゃあ次は高校時代のことや受験期のことについて聞いていきます。高校の部活はバレー部やったやんな。結構練習多くて忙しいイメージやってんけど、実際どうやった？そうそう、バレー部に所属してた。週6で練習があって休みが月曜日しかなかったからめちゃくちゃしんどかったけど、今となっては部活のおかげでいろんな力が精神面的にもつけることができたからよかったな。そんな忙しい中で受験生の時はどんな風に勉強してたん？8月まで部活があったから、そこから一般受験に向けて勉強し始めたって感じかな。部活引退まではターゲットで英単語を隙間時間にやってたかな。引退してからは時間を有効に使うために放課後は学校残ったり塾行って勉強してたかな。部活も全力で頑張りながら一般入試で合格をつかんだメイのように、受験生の皆さんも最後まで諦めずに頑張ってください。ここまでたくさんお話を聞いてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか？このラジオを聞いてくださっている方の中には、模擬国連に興味がある方もたくさんいらっしゃると思うので、最後に皆さんへメッセージをお願いします。はい。模擬国連はすごく魅力的な活動です。大学に入って新しいことに挑戦してみたい方や、自分を成長できる場を探している方、ぜひ参加してみてください。受験生の皆さん、神戸市外大で待ってます。ありがとうございます。では、メイの思い出の曲でお別れです。思い出のエピソードと曲の紹介をお願いします。はい、ミセスグリーンアップルの青と夏です。高校の部活動に向かうときにモチベを上げるためによく聞いていました。本日はありがとうございました。ナビゲーターはまなか、ゲストはメイさんでお送りしました。次回もお楽しみに。さようなら。